んばんは。いけたぞ。なんかやっぱ光の当たり方が変だけど、まあいっか。こんばんは。今日も公演ありがとうございました。昨日もか、昨日今日と4公演でありがとうございました。嬉しい。昨日と今日でポニーテールをついにね解禁して、新たな髪型にチャレンジしました。うん、いいんかこれで、わかんないな。昨日はハーフツインをして、そしておでこも出して、今日はお昼はスイズヘアをして、夜はポニーテールと見せかけての日本エビフライ三つ編み。もうちょっとね、いっぱいアンコール頑張ってボロボロなんですけど、アンコールだけじゃないんだけどね、もう 1公演頑張ってもボロボロです。こんな感じで今回髪型をいろいろな髪型にしてみました。どうでしたか？エビフライって髪型ではない。あ、なんかねこれ流行ってるんですよ、日本。こういうポニーテールを日本編み三つ編みにするっていう髪型、今も流行ってるかはわからないんだけど、なんかこれにね、本当はこの尻尾ここのところに紐のリボンつけたりとか、あとこの結び目にリボンつけたりとか、普通に私服でそういう感じの髪型をするのが流行ってる。スイスイの似合ってありがとう、嬉しい。ニポジやる人は大変だから、ひのちゃんが褒めてあげてって、よく頑張った、ありがとうございます、ありがとうございます。もうニポジ、そう、私今日ニポジ目だったんですけど、もうみんなこの公演がもともとニポジ目の人がすごい多くて、半分ぐらいニポジ目で、なんか一人の時よりその新しいポジションへの不安はすごい、みんながいることによって軽減されたし、すごい助け合いながら、練習できました。そうだよね、1ポジ目もまだ見てない、そうだよね、そうなんだよね、1ポジ目もまだ見てない方もいるかもしれないし、今日見た公演が初めてだったのにね、自分のポジションじゃない方もいたと思うんだけど、でもそれだけいろんなユーハを見られるっていうことなので、これはね劇場にたくさん来てもらうしかないんですよ。どこのポジションをやりますまではさ予定で出ないじゃないですか。だからさ
だからやっぱ来るし、来るかね、 DMM とかで見るしかねないね。いっぱい見てね。毎回新鮮な気持ち。そうだよね、そう、ファンの方もきっとすごい毎回見える景色が違うし、メンバー側からしても全然見える景色とか、そのメンバーの組み合わせが違うから、ペアの振りとかも全然、今日はこの人、今日はこの人って感じで、すごいなんていうの、なんか全てが新鮮になる。今日の髪型めちゃくちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。これかな、嬉しい。リバイバル公演よりレッスン曲が少ない。まあそうなんだよね、そうなんです。この公演はなんか、そうだね、レッスンが多いかって言われたらそうでもな、なんかなんていうの、明確なレッスンのある曲があるかと言われたらそんなになくて、でも合間を縫ってなんかいろいろ考えて伝われって思いながら踊ってますでも難しいよね、その歌詞を、こっちも頑張って歌詞を解釈して、あ、これここに入れてみようとか思いながらちょっとやってたりするから。でも今日はね、昼公演はね、もうね、あのね、ちゃんとみんなの顔は見たけど、なんかもう緊張してた。めっちゃ。うん、そうそう、考えるのも楽しい。なんかまだなんて言うんだろう、まだそんなに回数重ねてないから、あの、何だろう、まだなんて言ったらいいかな、まだそんなに回数重ねてないから、いろんな、なんていうの、なんだろう、客観的な視点からもまだ見れるし、いろんなとこから見ていろいろ考えてみようかなって思ってます。ヒーターつけてるんだけどさ、ちょっと暑すぎるな。あー、切るか弱かしかできないヒーターだ、これ。やけどしそうなぐらい暑いそうね、お互いまだ慣れない。そうなんだよ、そうなんですよね。うわ、ヒーター切ったけど、切ったら切ったで寒いな。でもね、これは焼けてしまいそう切るか弱か、弱から強の間なら多分調整できるんだけど、切ると弱が、あの、2択。足元が寒いからって言って、いつのヒーターか分かんないヒーターをね、出してきてくれたんです。まあいいか、つけよう。ヒーターの位置をちょい遠くする、それはあれですね。来週も来れる、うん、来週も来てほしいです。21日、でももうあれかな、申し込み終わってるか、もし当日券とかがあれば、ね、あ、違うか、21もあるし、23と24もありますね。ありますか？あります？ありますよね。
でもそう考えたらもう今年あっという間に終わるんだ。早いね。そう、23、24ね、クリスマスですもんね。でも23はクリスマスじゃないか。でもね、クリスマス一緒に過ごせたらいいよね。今年あと2週間本当に言ってるのそれ、やばーいあら、そうなんだ。23、24は受付中。お、受付中です。ぜひぜひ。今日ね、劇場に来た方も来てない方も、来たいって思った方がいたら待ってます。一緒にクリスマス過ごそうね。あとなんかね、言おうと思ってたことあったんだけど、何だったっけな。あ、また公演の話。後でを今日やったんですけど、後でが本当にずっとやりたくて、一回ツアーの3期生のコーナーでやらせていただいたことがあるんですけど、その時はあの3期 T シャツにデニムのショパンだったので、私も本当になんかもう入りたてで、何ももうなんか何も歌って踊ることしかまだ考えられなかった後で。だから今日衣装着て、そう、衣装が本当に着てみたかったから、衣装着て踊れたことがすごい嬉しかったですね。そうそう、衣装着たの初めてなの。そうなんです、ずっと着てみたくても、あれは絶対に卒業するまでに着るんだって決めてたんです。決めてた、勝手にね、心の中で決めてて、なんと切れました。嬉しい。そう、あれは重たくはなくて、重たくはないんですけど、本当に大きくて自分の身幅が分からなくて、その劇場の廊下とかもなんか通れなくて、通れるんだけどもう何にぶつかるか分かんない、カツンとかちょっとたまに言ってごめんなさい。もうなんかどれだけ自分に幅があるかがね、把握しきれなくて難しかった。あと多分背が低いからかな、踊ってるとかかとがさ、もうなんかぶつかりそうで、ああ背が低いんだなって そう靴も結構厚底でね。そうなんですよ、思ってた以上に。でも本当にあんな可愛すぎてもういっぱい写真撮りました。そうそう、暑いんだよね、ダウンジャケット2着分なんか。そうなんだ、デコボココンビよかった、ありがとうございます。みゆみゆさんと並ぶとデコボココンビ、そう、もっちゃんとみゆみゆさんの後でを一番最初に見たから、すごいなんかもうね、もはや
その2人が一緒にやるとどっちも高身長だと思わせないんですよ、まあ、そんな2人が同じぐらいの身長だから。だからさ、そう思わなかったんだけど、レナさんが後でをやっていた時に、あら、こんなに身長差があったのって思って、かわいい。なんか背高い2人がやるのもめっちゃかわいいし、でこぼこしてんのもかわいいって思って、てか後でかわいいって思いながらずっとリハーサル見てた。やりたいって思ってたら、なんかこんなにまさか早くできてしまいました。あー、低い2人だとどうなるんだろうね、またそれも違うよね。リリノとユハで見てみたい。リリノね、リリノ似合いそうだな。リリノはユハが勝手にプロデュースするけど、高めツインで巻いて、でいっぱいこの髪に星とかのクリップをつけて、うーん、何色にしようかな。赤だな。赤いダウンのジャケット、みゆみゆさんのかな、みゆみゆさんの赤いダウンジャケットを着てやりましょう。勝手にプロデュース。でゆうはは、そしたらリリノが赤ならば、赤なのかな、まずあれはビビットピンク、あ、違うな、赤とビビットピンクみたいな、コーラルピンクとピンク、よくわかんないけど、そのみゆみゆさんが今着ている色をリリノが着る。ユーハはそしたら、青かエメラルドグリーンなんだけど、どっちがいいかな。でもなんかリリノはエメラルドグリーン味があるから、リリノとやるんだったらエメラルドグリーンがいいなっていう謎の今妄想話ですね。日々こんなことを考えていたりしますね。スイスイともやってほしい。おー、スイスイとやるんだったらスイスイにあの真っピンクを着せます。私がそしたらみゆみゆさんのコーラルピンクを着て、スイスイとは2人でピンクにしようかな。でスイスイにはなんかツインお団子をしてもらいます。これ全員分できる。ユハ、いろんな人とやってるの見たい。そうだよね。でもこれからきっとね、いろんな組み合わせが見れるんじゃないかなって思うので、いっぱい見に来てください。公演後だからか目がキラキラしてて可愛い、ありがとう。そう、今日はラメ、ラメを入れたんだけど、でももうラメあんま分かんないな。昨日もめっちゃラメ入れてたんです。あ、メール来た。そう、メール来るまでって言おうと思ったけど、そんな話をする前にめちゃめちゃ普通に話してた。あ、じゃあちょっと今聞こう。今ユハがやったユニットの中でどれが一番好きですか？人それぞれだと思うけど。わちゃごなどアキカム、あとで蒸発。蒸発はね、もうちょっと歌をね上手に、日野さんにいっぱい習いたいですね。でも日野さん教えてくださって本当に助かりました。日野さん
めっちゃ助けてくださった。投票しようと。でもね、蒸発も本当にいい歌でめっちゃ好き。1番、1番わちゃごな、2番空き缶、3番あとで、4番蒸発。あーそうだよね、全部劇場で見てから投票したい。じゃあ見たいも含めて。蒸発は選ばれたことに驚き。そうだよね、ゆうはもうそのもっちゃんれいなさんのポジションだったから、もうそこ覚えてくださいって言われた時に、後でができるんだけど蒸発がある、あー頑張らないとって思ったけど、なんかやっぱ緊張すると喉も閉まっちゃうからね、それも直さないといけないなって思いました。今日なんかハキハキ喋れなくてごめんなさい。日本公演で喉を駆使したようですね。1番わちゃごな、2番空き缶、3番あとで、4番蒸発です。終わりにするね、終わり。あー圧倒的にわちゃごな、わちゃごな、わちゃごな、あとで空き缶、蒸発。ほーん。でもなんかね、昨日すごいメールとかツイッターとかで褒められたのは、あのハーフツインのわちゃごないいねって言われました。嬉しい。おでこ開いてるハーフツインわちゃごな、すごいたくさん褒めてくださって嬉しかったです。予想通りだね。うん、予想通りだぞ。でも確かにおでこが開いてる方が、そのファンの方がツイッターでDMM のスクショを載せてくださってたのを見て、おでこが開いてた方が目力がありそうだなって思った、自分がね。おでこわちゃごな最強だった、やった嬉しい。たまに、そうだね、たまに出していこう、おでこ。昨日目近にやられました、ありがとう。そのままやられてください。またやられに来てくださいね、ぜひ待ってますよ。うん、30日はどこのポジションだろう、どこだろう、どこでしょうかね。まあお楽しみにだよね、毎公演お楽しみにだよね。あ、30日出ない、出ない、出ない。30日は出ないです、そうだった、ごめんごめん、27日が最後。30は出ない、ゆうは27日で劇場納めなので、ああ嘘をつくところだった、27だね。あれって思った、そうだよね、あ
の27です。27申し込むありがとう。27行くありがとう。待ってるね。スクランブル発信緊急出演あるか、いやないないんじゃないかな、わかんない、預言者みたいに今言ったからあるかもしれないね。まあいつでも出れるように体調管理はしっかりしたいと思いますと言いながら、今喉を使いすぎて喉が痛いとか言っちゃってね、喉が痛いわけじゃないんだけどね、なんか喉を使ったなっていう感じの喉してます。今日はゆっくり休んで休みます。急に寒くなったから暖かくしてね、みんなもねそれね本当に暖かくして、マジで雪降ったり寒かったりするから本当に気をつけてね。ゆうは今日ロンティー1枚にヒートテック着てダウン着てそれだけで行ったら、まあ案の定朝は寒いし夜も寒いし間違いでした。でもレッスン着、そうリハーサルあると暑くなるからって思ったら着込んでいくのめんどくさくて寒いのを取りました。絶対暖かさを取るべきだった。21に行くけど雪が心配は、そうか、うん、車とかじゃなければ多分ねそんなに大丈夫だと思うけど、まあ夕飯の大丈夫は当てにならないってよく言われるから、雪国育ちだからね、だからまあうっすら積もってますね。今はべちゃべちゃの雪がうっすら積もってる感じがします。だからまあ長靴で来てもらうのが一番いいと思います。いやなんか去年もこんな話したな、ゆうはのファンの人がみんな長靴だったらどうしようとか言った。うん、長靴はまだいいか、なんかまあブーツとかいい感じの水を吸わない靴で来てもらえたら安全だよ。何で来るんだろう、新幹線かな車かな、それにもよるよね。車で来てくださる方は本当に雪は気をつけてくださいね。待って、あ、霧が良くなかったね。11時今過ぎたところか。あ、徒歩ですって。徒歩はじゃあまあそうだね、雪頑張って、雪をかわしながら頑張って来てね。待ってる。三条あたり降ってた。そうなの。でも結構そうだよね、場所によって違うよね。新潟当時も全然違った。23日出ますよ。23も24も出る。1公演1公演。21日おにぎり予約した、ありがとう。そうだよね、おにぎり、あ、そう、今日かな、昨日か今日 の、 その三角と丸さんのおにぎり予約ランキングがなんと2位だったみたいで嬉しい。今日か、
ありがとうございます。でも確かに今日ね、公演来てくださってるファンの方で水色振ってくださってる方が結構たくさんいらっしゃって嬉しかった。みんなおにぎり食べたのかなって思いながら見てたよ。ユパって書いてあった。そうそうそう、店主さんね、ユパって書いてあって、あ、ここにもユパ呼びいたって思って。意外とあれかもね、なんかそのなんて言うんだろう、あんまり何、なんて言ったらいいかな、お仕事のお仕事で関わる方、そのユハのプロフィールとかを見て名前を呼んでくださる方はユパ率が高いのかも。まあそりゃそうだよね、ユハっていう名前でユハかユパかあったらユパ選ぶよね。KMT だけど全力で水色振らせていただきました。ありがとうございます。ぜひまた今度お礼をさせてください。また待ってます。ゆうなにも元気になってねって言っておくね。DMM 見てても新公演の楽しさがめちゃめちゃ伝わってくるから早く来たい。お、待ってるよ。そうだよね、 DMM 見ててもね楽しいよね。どうしよう、何時までやろうかな。そんなに長くはやらないつもりなんだけど、何時にしようかな。15分とか11時15分までやろう。じゃあ、うん、ありがとうございます。昨日頑張って夕飯のうちわ作ってくれたの、ありがとう、嬉しい。うちわとかはね、あの振ってくださってるの全部見えてるからめちゃ嬉しい、ありがとう。立ち見の方とかもめっちゃ見えますよ。どういうこと？今日ユーハよりユパパ感が強くてとてもいい。ユパパとは謎だな。ユパパは初めて呼ばれましたね。ユハちゃん出てくれると密かに喜んでます。あ、嬉しい。密かにじゃなくて盛大に喜んでくださいよ。嬉しい。今度、そう、あのね、こうやって言ってくださるのめっちゃ嬉しいし、あとツイッターとかインスタとかを始め、ツイッターじゃないのか、 X か、 X とかインスタとかを始めて、あのよりその名前は分かるのに顔が分からないとかそういうのが増えてきたから、あのおしゃべり会今ないんだけど、おしゃべり会とかもまた始まったら会いに来てほしいし、劇場とかでもなんか劇場にいっぱい来てくれたりとか、メールの返信とかしてくれたりで、名前だけ一致してる、顔は覚えてるとかで、ここがこうね、パズルのあのピースみたいにくっつく時があるので、なんかいっぱいいっぱい、何、いっぱいね教えてくれると嬉しいです。あとユーハは個人的にあの引用
引用ツイートを見るのが好きなので、あのリプも全部見てるんですけど、そう引用ツイートを見がち、リプも全部見てる、なんていうの、そうそう、全然何でも見てるんだけど、全て見てますよ。北村雄派で調べてるし、あとなんだろう、あのチャットの返信も見てるし、リプも見てるし、あれも見てます。何わかんない、なんもないか。そうそう、あとはね、そうですね、最近名前覚えてもらいました。お、ほら、そうこういう方がねいらっしゃるんです。そう覚えました。なんかいろいろな情報がこう一致するのでね。 X のアイコンこれ使ってます。おお、そういうのも結構覚えやすいかも。なんかあの X のアイコンとインスタのアイコン一緒とか、なんだろう、あと名前が一緒とか、覚えてほしかったら、あのなんか待ってます。最近知り合いの影響でゆはちゃん好きになって、今日写真や缶バッジ受け取りました。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、今度会いに来てくださいね。ありがとう、嬉しいな。そう、ゆはは SNS を通してやっぱりもっといろんなファンの方に知ってもらいたいし、あと女の子のファンが増えたらいいなってすごい思ってて、インスタとかからね可愛い投稿ができればいいなって思ってるんだけど、なかなか可愛い投稿って難しいと思うので、今頑張って写真を選定しています。頑張ります。いや、まずじゃああれだね、人に写真を撮ってもらうことをお願いするということから始めなきゃいけないですね。そう、前も言ったなこれ。そうそう、あんまりね、その人に写真を撮ってもらうが、でも最近夏希に撮ってもらってるんだけど、いつもで夏希もユーハが撮るんだけど、そこはあのお互い撮り合ってます。あ、もう15分になりますって。じゃあ目の前にこれがあったのでこれだけ紹介して、これユーハの今月のクリアカードです。サンタです。劇場でできます。生写真とクリスマスアクストは明日の昼までですよ、だそうです。生写真はねベレー帽だね。なんかユーハの服誰も着てなくてびっくりしました。めっちゃ可愛いお洋服だったんですよ。ぜひチェックしてください。明日の朝は
よし、じゃあ終わりにしよう。男女読みます。13位、トッシーさん、ありがとうございます。12位、タムヒロさん、ありがとうございます。11位、マッチンさん、ありがとうございます。10位、タムちゃんさん、ありがとうございます。9位、ワタルチさん、ありがとうございます。8位、ヨッシーさん、ありがとうございます。7位、アツコさん、ありがとうございます。6位、マヤマヤさん、ありがとうございます。5位、はやかぜさん、ありがとうございます。4位、かずっちさん、ありがとうございます。3位、エヌさん、ありがとうございます。2位、おうせきさん、ありがとうございます。1位、ギバさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。なんだ、ありがとうございました。何も言うことはなかったです。寒いから本当にみんなあったかくして寝てください。それだけです。ありがとうね、ありがとう。おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ。